はい、こんにちは、カズボです。ノアシングサガスリー続けやっていきたいと思います。前回ですね、ウォードっていう仲間がいたんですけど、まあそれのイベントでね、まあボス倒したりしてましたけどね、エレン入れたばっかりでしたよね。またいろいろ覚えていこうとは思うんですけど、とりあえず今ランスにいますね。この西王家ってところがあってさ、北東にはユーステルムの町があるよ、ね、そこから来たんだけどね。ようこそランスへ、西王の町へ。私は西王家の現当主です、ね。西王家の現当主。ここにね、持っていかなくちゃいけないものとか、魔王殿とかにあるんですよね。だからね、それもそうだし、まあ、術もそうなんですけど、こっちとか行ってなかったよね。ね、西王。こんなとこあるんですよね。はい。よう、仲間にする。ハリードもいいんだよな。これ、ハリードを、どうすかな。これハリードは最終的に強いから、どうすかな。ポールだよな、まずな。ポールでまず全部覚えてからでもいいかな。ハリードでもいいんだけどね。トーマスで槍覚えんでしょ。エレンとか別に今外してもいいんだけど、斧をある程度覚えておきたいってのもあって、ね、ここにまずハリードがいることを覚えておきましょう。ね、こんなとこがありますよって話なんですけど、今回ここじゃなくてね。まあトルネードもね、味方になっておくとすごいですよね。で、ただね、今そんなに強くないんで、こっちも。だ武器を作りながら、ちょっと今回はキャラ鍛えないといけないかな。待って、パブ。ここのパブって何覚えたっけ？術。なんか覚えてもいいかな。術、太陽、カタリナ太陽にしとく。これも使えんだよな。待てポールに覚えさせとくか。ヒートウェーブ、素早さを低下させる。これもいいよな。スターフィクサか、これ覚えてんのか。月は多分ね、これやると覚えられなかった。ムーングローとかね。これってなんか消えなかったっけ？ダメだったっけ？これ3つまでつけれんだっけ？これってデビル王子クライミングナース、月光浴びだから回復もあるけど、素早さと魔法防御で上昇させるって、これ意味わかります。素早さ28あんのね。いいか。よし。だから今ね、ちょっとまだ弱いですけど、カタリナさん。こっちか。魔法殿の奥行ってみっか。まあ一番下まで行っても無理だからね、今のところね。まだ敵も弱いから行けるんでありまして、武器作ってますよね。だからそれとかハリードに持たせてもいいんだけど、まずポールとかさ、体験ひらめくから、まあ、そこでもいいし、この左にもイベントあるしって話であって、ね、中途半端でしたもんね。なんか子供助けたとこのさらに奥かな、確か。まあ、四魔貴族ってのがね、なんかここに絡んでるって言ってましたけどね。これぶっ壊れなかったっけ？ぶっ壊れねえか。まあレベル上げだね、今回はね。お、なんかカーターできたね。とりあえずひらめきましょう。スマッシュ、スレイケン、まず極意化したいね。トマホーク、あれだね、ユリアンでパート1でやった時すぐ極意化したもんね、トマホークはね。だから基本極意化するまで使ってって感じで。そんなすぐしないんだよな。するときすぐするのにな。今回はちょっといろいろ回ろう。ロマサガ3の世界をね、まあ、堪能するという意味でね。あ、ちょっと待ってや。こいついいよな。でしょ、極意化すると他のキャラ覚えられるからいいっしょ。トマホーク極意化するから。
てると。槍とかかっこいいよね。とりあえず何か覚えるまでやってみっか。いやー、悪魔系が出てきた。どこだったっけな。あれかな。待って、一番上なんか、ちょっと待って。バサーソードだよな。なんか弱いな。遠当て。ああ。コンボを手に入れたって。まだね、そんな考えるほどのことでもないんだけどね。やばいかな、100くらったかな、これは。あー、ダメだね。まだ弱いもんね、あそこね。お、インプリズム。いいね。スマッシュの極意かわいいよね。重ね掛けできる、これそのまま。お、二段突き。あ、持ってたんだけどね、これはね。なんか極意化すっかな。しないし。ちょっと調整しましたね。まあ、極意化、トマホークと二段突きだけ、あそこのゴブリンに一掃して、極意化しましたね。まあ、そのうちまた何か覚えると思いますんで、とりあえずトマホークは封印しましたけどね。封印しなくてもいいか。まあ、そこから派生するのはあるからね。まあ、他のキャラそれ使いながらでも覚えてもいいし、ね。まあ、とりあえず今どうしようもないから、あそこでしょ？あそこじゃなくてね。マップ変えると復活するんだよな。なんもねえんだっけ、ここって。まあ、今回は本当に初のロマサガ3の、まあ、いろんな敵が見れるかなっていうパートになるかな。技も覚えるだろうしね。
なるべくいろんな技を覚えていきたいんで、適性あるやつをね、入れたいんですけどね。このキャラじゃ覚えないとかもあるから。二段好きの極意も取った。失礼剣もまだあれ取ってない。まあロマサガの場合はいつね技ひらめくか分かんないからね。戦闘もまあカットする部分はするけど、カットしてる時に限ってひらめいたりするからね。あと見切りも大事だから。こっちで合ってんだっけな。あ、そうだね、ここかな。ねえ、カタリナ装備品外しといてよかったですよ、あの最初。ここね、やっぱしっかりしてるキャラなんだけど、ちゃんとした弱点があるっていうね。敵がいっぱい出てきて、わーとか思うかもしれないけど、RPG ってね。だからね、待機しないようにね、まあ、あの実況は入れながらやろうかなとは思うけど、ロマサガはね、敵が出てきた時こそね、やっぱチャンスだったりもするからね。戦闘終わったら勝手に回復するし。ね、何かしら覚えるチャンスがあるって思えば気が楽ですね。ただ、覚えやすい敵もいたと思うんで、まあそこら辺ですよね。ちょっと強くしないと。今行ったところでどうしようもないの。あ、あそこだから。ヘビ、ヘビ初じゃない。いきなりストック持ってくからね、すごいよね。これ最初あれミカエルから外さなかったら持ってないですからね。だから最初あ得意武器召喚ってやったじゃないですか。召喚は得意なんだけど、カタリナがね。でも、あの、素早さを上がるんですよ、そうするとね。お、ボーンブレスト。さあ、なんでしょう。ブレスト？これだね。せーなー。はい、槍や弓、熱の攻撃に弱い。に弱いって。強いじゃなくて、弱い、弱いやつをね。弱いやつが書いてあるっていうね。これってなんか変だっけ？減らねえよ。よし。いいね。呪われたりとかないよ。確かにこれね。あ！こいつはちょっとやばいかな。インプリズム。まぁ、ちょっと本気出すか。まぁ、そう簡単にいかないよな。ああ。ちゃうかな。そっか、技ポイントねえのか。今カタリナが早いのがちょっと救いかなってのはあるけど、うわぁ回復しとけばよかったね。やっぱどうしてもエレンが落ちるよね。あ、石突き覚えたね。まあとりあえず今のところ一番強いから置いときますね。修行編ですね今回はね。これスパイダーソードね。そうなんだけど、まあ、剣使いのが今いないんだよね。20強いよね。まあ、こっち覚えてもいいか。剣が得意かな。 剣が強いんだけど、あの体剣のね、体剣も覚えるからね。なるべく体剣とか剣は使いたいんだよね、自分はね。
そうだよね。体験で覚えて、どうすかな。パリーとかも極意あんもんね、確かに。注意か。剣体験が上がったってなったじゃないですか。正直道覚えてないんだ。あの右側だけこっち、もう一個階段あったじゃないですか。あっちだったっけ。だからトーマス仲間入れた時ここ来たんですけど、まあその時にね来てもよかったんだけどね、ちょっと仲間のキャラが、数が、仲間のキャラってなんだよ、仲間とキャラ一緒なんで、仲間の数がね少なかったりしたんで、やっぱそういうのもあるよね。ごめんなさい、今しれっと自分入っちゃったけどさ。からね、何か書いてある、これ。死を称えよ、死は幸いなり、いざ幸いの地へ。ね、これもフラグかな、ね、お、ここに、あ、これ合ってるわ。ここに行きたかったんだ、自分は。なんか覚えたりすっかな。あれ出てくるんだろう、多分。あ、違うの。術で全員攻撃でもいいよね。だけど、どうすっかな。スコール。誰が何得意とかあったよな。まあいいや、後で調整すればいいや、そこはね。キックとかさ、一瞬焦るよね。なんか見たことある。なんとかクローン的なね。ベラドンナ。お、霞だ。まだね、まあ、通常攻撃でいけるような敵だからいいけど、覚えないね、なかなかね、さすがにね。自分がパートを開けたのなんか理由わかりますよ。ここまで来ちゃってよかったんだっけ。わお。
あーもう邪魔。シャドウボルト。あ、いつまでこんなの覚えてた。ダメかですよ。あ、巻き打ち。戦術的退却するべきか。覚えたよね。待ってや、絶対こいついんのか。エレンはやめて、あんな HP ないんだからさ。ここ行かねえ方がいいか。あれどこだったっけ、さっきのとこだったっけ。あのね、なんか西王家のイベントのアイテムがあるんですよ。アイテムがあるっていうか、そこに行ったら取れるものがあって、今それを目指してるんですけどね。まあ、そこ行くときにちょっとは強くなるかなっていう思ってて、自分 LP ない人からあんなことする。普通骨系はね、ノーラに任せれば。お術師いいよ。ここだよな、ここじゃなかったっけ、違ったっけ。指輪を、あ、いいな、ここでよかった。この指輪をってあるじゃん。これをここで、これを聞かなくちゃないんかな。これを聞いて西王家に行けばいいのかな。よし、あとは戻ろう。お、なんかいいね、いろいろね。あとはもう期待だね。ここ普通に行ける。エレンはまあ斧をある程度覚えたら違うのに変えていいんだけど、ダーク、暗闇じゃなくてダークって書いてある。お、脳天割り。さて戦術的対決するか。覚えた時もったいないじゃん。セーブしてないとさ、消えちゃった時嫌だからさ。大丈夫かな。あ、やべ、お、峰打ち見てんのかあれ。対策セーブさせて。よし、 OKOK。 いろいろ覚えたね。あれがないんだよ、あの技ポイントがないからどうしようもないんだよ今。このゴーストはちょっとやだ。もうやべえな。あ、大丈夫か。あ、やっぱ来るよな。そんな簡単なわけがないので。さてどうすかな。ムーンブロー、素早さを上げるとかもあるけど、脳天割り、峰打ち。峰打ちって覚えたってことは極意化してねってことだよね。斧が覚えないね、やっぱりね。ちょっと武器も出来上がってる頃なんですけど、普通に。なんか三日月刀を使って作る武器だったから、三日月刀より強いってことだよね、普通に考えてね。お、峰打ちの極意。骨ねえの。サクション。
一回退却したいけどな、あいつせっかく倒したから倒したいよね。いやな、骨砕き下いけるよなこれ。抜ける、あーんだよ、上か、受けた、よし、あ引っかかった、もう、あ、チャンス、こいつちょっと危なかったよね、なんか変なの使ってきたよね。早いな、179ってなんだよ、ね、ちょっとこれで西欧家行って今回終わりますね。そこまでの修行編ですね。だからじっくり行きますんで、だんだん強くなっていくことには、まあ、間違いない、変わりないんで。しかし、この骸骨のさ、速ささ、ちょっと嫌だよね。腹立つよね。同じスピードで行くかな、これ。よし、よしよしよし。あと回収だね。よっしゃ。ここまで来れれば、指輪をって書いてあったんで、あの指輪を手、指輪の奥だね。まあまだ行けないけど。この低速に普通に当たったってどういうこと？ちょっと一掃するか。時間かなり来てるんで、なんかどっかしらに宝はあったなと思うんだけどね。とりあえず今フラグ立ってたのは間違いないので、これで、あ、なるほどね、こっち側から上行けば、あ、そっかそっか、反対側の階段から行けるってことか。結構でかいよねここね、魔王殿ね。ちゃんとあるんだこういうとこ。下か下か、乱されちゃった、語りの早いっしょ。あ、相手の方が早いわ。催眠とかね、邪魔だよね本当にね。こうやっていって宿屋で回復した時にどのぐらい自分が強くなってるかとかね、やっぱり改めて分かったりするんだよね、パート4だけどね。ここあれだね、そうだね、下にここで行ったりとか。おっと、乱された時は退却しよう。退却しても敵強くなるよね。こいつはね、ちょっと倒しとこうか。トマホーク消さない方がいいか、とりあえず覚えてるうちは。なんか覚えるかもしれないよね。そうだよね。うわ、カウンターやってるし、やられた。いやー、もうやだね。いやー、もう勘弁して。そういうのトマホークとかだったら大丈夫だけどね、これ怖いんだよな。なんもねえもんな、トマホークしかねえんだよ。やっぱ覚えとかないと、なんか調子悪いんかね、エレンね。やべね、LP4 しかねえんだよ。だからね、なんとかしないといけないよね。寝たけどダメで起きるよねこれでね。 OK とか言ってるけど OK だね。なくなっちゃったな、しょうがねえか。
ここはあの階段のとこだよね。そうだ、ここに繋がってんだ。あ、なるほど。あそこに強いゴブリンいたから、まああれは後でいいんだけど、これで戻れば、OK か。よし。で、あの武器屋に行って、新しいまたなんか作ってね。まあそんな感じでやればいいかなと思います。ダメだな、こんなの。まあ、極意化しときますって言いたいところなんだけど、そうやってる間にさ、なんかまた新しいの覚えそうだから、まあそこら辺は裏作業とかしたいんだけどね、本当はね。まだ全然なんで。お、よっしゃ、切り払いの極意。握った。これで、例えばね、習得で、見切り、切り払い、ね。こんなんとかつけれるわけじゃないですか。エレンとか落ちやすいからね。まあ、ウォードとか連れていけば結構楽で。そっか、エレンじゃなくてウォードでもよかったわ。でも斧を覚えたかったんだけどね。まあトマホークの極意になったぐらいか。極意を覚えたってことはやっぱその極意はね、まあ使えるってことだからね、そこまではね。さて、どうすかな。あの、槍使いのシャールっていたじゃないですか、強いの。トーマス仲間入れたとき。あれもね、もうそろそろそこの強さに近づいてきたよね。ハルベルト作れたよね、確か。あ、え、なんでいけないの。あ、いけた。なんだ、人が邪魔してたの、ずっと。プロテクトスーツ、まあ重いんだよなこれな。だけどいいや、できねえんだっけこれ。エレンダメか。人によってできるできないあるよね、確かね。待って、一回外さなくちゃない、もしかして。そうか、そういうことか。あ、そうなんのか。まあいいか、これで。魚鱗の鎧。魚鱗の鎧に開発には魚鱗が必要です。ないんだよ、そんなものは。ね、ファルションが完成しました。でしょ？デミルーンが使えるね、23。バスタードソードの上欲しいな。シルバーフルーレ。あ、作れんのか、ね、どっかで見たことある名前だよね。今回ここで終わりなんですけど、あの、なんだっけあれ。ランスだ。ランスだよな。ああ、いけた。ランスに行って、次回はね、ちょっとまた違うとこ行くんだけど、これ確かね、はい。魔王殿の地下の扉まで行ったんですか？では指輪が必要なのですね。この指輪が扉を開く鍵になっています。なんとかアビスゲートを閉じてください。ね、今後、行けるようになりました、これでね。だからこれをやりたかった。やったんだけど、今行っても大変な思いするだけなんで、もうちょっと強くしますね。イベントやってね。はい。ということで今回断りたいと思います。まあ、下準備は大事なんで、いろいろイベントやって、まあ、行けるようになったからといって、その先に行ってクリアできるかって言ったらまた別問題なんで、また強くする必要あるよね。術とかもね。まあ、いろいろ上げとかなくちゃいけないものもあるしね。はい。ということで、新たなキャラを求めて、
旅したいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。